こんばんは。ありがとうございます。大盛り上がり、ありがとうございます。ございますデートピアチャンネルでございます。はい、司会進行は我々ズボマス、はい、僕が大坪です。僕がマスドです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。そしてレディーキャンディーキャンプのエミです。あかねです。千鶴です。あずさです。よろしくお願いします。レディーキャン、あ、レディキャン、4人合わせてレディキャン。そうですね、はい、よろしくお願いします。さあ始まりました、デートピアチャンネル初回ね、生放送でも、はい、記念すべき一発目ですよ。はい、押し上げのこちら、はい、ワロップスタジオより生放送でお送りしております。イエーイ、はい、押し上げって押し上げ、はい、押し上げから、スカイツリーすぐそこにね。そうですね、写真撮りました。はい、撮った方がいいよ、大きいんだもん。ちょっと番組説明させて。あ、はい、すいません、ね、まあ、最初にしないとなんで、はい、はい、この番組はですね、その名の通り、うん、デートピア所属のアーティストによるトーク、うん、バラエティ、ライブありの音楽総合情報番組となっております。よー、うん、すごい。ここでしか見られない企画やトークなどをね、さまざまにやっていきますんで、はい、はい、皆さんも楽しんでください。素顔をね、はい、素顔を引き出して引き出して、そうですね、レディキャンお手伝いをしますんで我々、はい、ぜひぜひ行っちゃいましょうね。くださいね。緊張してません？大丈夫？緊張し一番しないタイプに見えるけど、足めっちゃ緊張するでしょ。あ、ほんと？これ、いや、わざとでしょ、今もうね、リーダーがね、もうまっすぐな目でこっちを見てくるから緊張してますってのが伝わってくるじゃん。大丈夫で、ね、大丈夫なんで、そんな緊張しないでくださいね。はい、はい、あとですね、ちょっと言わないことがありまして、この番組はですね、うん、デートピアに関する質問、お便りなどを視聴者の方々から、募集し、番組内で紹介していきますので、はい、こちらまでですね、こちら、はい、メールをどしどしお送りくださいと、はい、ということです。何でも答えてくれるの？何でも、もう何でも答えます。本当に NG はない？なし。いや、そんなことないですよ。あると思います。そこは僕、取捨選択してきますよ、こっちが。あると思います。やばい質問は僕は受け付けませんから、ね、全部答えます。レディキャンは俺らが守ります。全部答えますので、よろしくお願いしますね、はい、そんな質問がね、来るか分かりませんけれども、はい、さあ、まあその前にですね、楽しみにして一旦 CM をご覧ください。はい、じゃあ早速ですね、 ありがとうございます。おい、早速コーナーの方に行きたいと思います。コーナー、はい、題してレディキャンに何でも聞いちゃおうのコーナー。イエーイ。いや、このコーナーはですね、視聴者の方からメールで質問を いただきまして、うん、メンバーが赤裸々に、ね、はい、あらわになっていくというね、このアドレスに送っていただいて、はい、そうですね、バンバン答えますね。まあ、今回は初めてなんで、はい、まあ、僕らの方から質問もしたり、はい、あとデートピアの方々からメールも届いてますんで、内部告発が、そうですよ、届いておりますよ。はい、さあ、内部事情、うん、もうやばいっすね、解雇とかじゃない、大丈夫。やばいことある？もうやばい、危ない危ないね。うん、大丈夫です。はい、じゃあ早速だから、うん、僕らからも、うん、1個質問させていただきます、うん、レディキャンね、僕らもちょっと初めて会ったんで、あの、どういった経緯で結成されたか、そうですね、これ聞かせてもらって、ごめんなさい、初歩的なところから。私たちは元々4人、ここでソロで活動してたんですよ、ね、うん、はい、それで、まあ、いろんなコンピレーションアルバムに参加させていただいてたんですけど、はい、刹那系なキュート R&B というコンピレーションアルバムがきっかけで、その中から選抜された4人で今、レディキャンに活動して活動してるって感じ。選抜メンバーなわけね、はい、
で、オリンピックどうやったよ、完全にで、一個分かったことですよ。何千鶴ちゃんが喋り担当、結構でも私、すっごいシャイなんですよ。シャイなのね、はい、人見知りすっごい本当。あ、そうなの。今じゃあ頑張ってるんだね。超頑張ってます。でもめっちゃおしゃべりうまいですね。いや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 、私、友達とかにはあんた全然喋らへんなって言われます。じゃあ、そうなんだ。え、まあ、そうなの。この反応されるんですか。大丈夫みたいな。人前に立って大丈夫。そうそう、本当に。本当できんのみたいな。あんたほんまに静かな子やのに、そんなんやって大丈夫って。めっちゃ心配されてるんですよ。関西弁が映りそうになる。堂々としてるからね。いやいや、まあ、ドキドキ。こんな感じです。大体気づいた。分かった。大体分かった。マイペースなタイプね。マイペースな感じ。ありがとうございます。マイペースの人前に置いて大丈夫かな。ちなみにリーダーはいらっしゃいます。あ、リーダー、はい、後ろの後方支援に回るリーダー。そうなんです。下から支えるタイプのリーダーね。そうですそうです。裏で、裏で、ね、見えないところで、はいはいはい、リーダープレイ発揮してください。はい、頑張ります。じゃあ、リーダー、あ、はい、この感じでしょ。そうです、はい、何担当になっちゃう。この感じでしょ。なんでしょうね、クールですかね。あ、クールあんまりこう、ね、私はそんなに喋らない、うん、こうちょっとね、うん、みんなのこう聞いて横から支えるみたいな。でも普段、いっちゃんふざけるんだよ。えあー、そう分かった、内面系タイプね。そうか、それでカメラ回るとちょっとシュッとね、クールな感じにね。はい、いいじゃん、いいじゃん。そう、後ろ二人がすごいすぐ悪乗りしちゃうからね。実はだから、私とあずさはそれを冷ややかな目で見せる。冷ややかな目で。そうなの。仲良くやってるの。仲良しは仲良く、仲良し、そうですね、よかった、仲良くやっててよかった。いいですね、4人もいたら楽しそうだね。そういう時期ね、やってます。はい、はい、じゃあ、あとですね、うん、デートピアーさんの方からのメールでついに来ますね、情報が入っております。何でしょう。メンバーの千鶴さんが7センチをフリーハンドで描けるっていう風に、はい、なんか7センチをフリーハンドで描けるってどういう特技ってこと。特技です、線を、うん、物差しをなしでぴったり、もう1ミリもずれず弾けるっていう、うん、本当に、はい、この前のイベントでそれをやらせていただいたんですよ、はいはい、特技披露で、うん、ぴったり。ミリってこんなよ。そう、本当にミリもずれるね。そう、ずれへんかったよな。ほくろ1個分ぐらいよ、そのマジで。そのそこの、そこのそこのほくろの、そこの、そこまで微調整できるってことね。やってもらえますか。ちょっと、じゃあ本当にぜひ見せていただきたいです。いける？ 5センチでいいですか。え5センチ7センチじゃないの。7センチってもらってるよ。得意なセンチがあるのね。得意、そう、5センチが、5センチがいいのね。小学校3年生から5センチ。知らねえよ。私は小学校3年生から5センチ。5センチが得意なのね。よし、じゃあまあまあ今日はとりあえず5センチで、はい、行きたいと思います。俺もちょっとやってみようかな。じゃあね、よし、やってみよう。じゃあ素人と対決みたいな感じにしちゃう。でかくね、ここにちょっと用意してもらって。あ、そうね、ここに書いてもらって。そうですね、プロの5センチを見せてもらいましょう。じゃあ俺にも1枚もらっていい。一枚しかない。これじゃあこのなんかその余ってるやつで。あ、首ですね。うん、じゃあ、ございます。書きます。書いてください。五センチでしょ。これいつも見てるね。そう、私五センチ書けんねんっつって、はい、こうやり始めて。一番最初に聞いた時どう思った。無理でしょうと思って。もういけた？そんな簡単にいけるものの五センチ。ちょっと待って、俺も一センチ。多分これぐらい、ね、ちょっと俺から測った方がいい。見えますでしょうか、この真ん中あたりにね。地味。5センチが5センチね。これもちょっと線細いですけれども。オッケー。あ、これ素人の5センチ。いい感じ。いい感じじゃない。いい感じ。適当に引いたからね。ごめん、でも定規がないわ、5センチの。いや、ないの。うん、よっ、イエーイ。やる。定規持ってて、イエーイって。定規担当。あ、定規担当ね。やるわ。じゃあ俺の方から測ってもらっていい。素人の5センチ。はい。こうやった方が見えやすいのか。大丈夫、測れる。ちょっと心配だな。行きます。行ける。行こう。ちょっとね、見づらいけど。よいしょ。今5センチだったらどうしようって今ちょっと思ってる。さあ、何ミリでしょう。あ、5.1、うん、5.1。 いやいやいや、それ近いの、やめてもらえますか。お父さん、近い感じ。勝っちゃう可能性出てきちゃったな。これあるよ、やばいよ。ついにうちの相方、取られますよ。ただでも、5.1、その 0.1 の差がね、うちの千鶴は絶対5ミリ近くとなる。そうそうそう、千鶴のやついこう。心配ないですよ。 5.1 センチ出しちゃったよ。いきます。お願いします。さあ、どうなるこれ。すいません。お、お、来たよ。来た。さあ、どんなもんでしょう。 5.2 です。あーごめんなさい。ちょっと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 、うそー。まさかの第5さんで
ですよ。じゃあ、ごめんなさい。あれですよ、いつも、うん、あ、言い訳いいですか、はい、いつもボールペンなんです、はいはい、でも今日ちょっと皆様に見えやすいようにと思って、ペンにしたのね。ペンにしたそうやな、はい、もう一回やろう。じゃあ、じゃあボールペンでやろう。ボールペンやってね、ボールペンで。ボールペンでやろう。その1回だけだよ、もの、もう1回だけだよ。あ、じゃあ、全然いけると思う。ボールペンならほんまにいけると思う。いけます、うん、収録だったらなかったことにできるけど。そうだよ。もう生だから、生放送出ちゃってるからね。こういうことになっちゃいますけど。さあ、これさ、うん、どれ並べるのかな。ここからにかかって微調整があるんだ。でもわかんだね。微調整が入りました。では行きます。この下のやつね、ここの始まりからね。さあね、一発目は 5.2 だから。ちょっと手ごめんね、すずる。いきます。頼むよ、頼むよ、頼むよ、これ頼むよ。おぉ、どんなもん。ジャストです。来ました、ジャストです。おぉ、ジャスト、さすが、成立。さすが、おめでとう。さすが、危ない。ボールペンやからね。そうね、そっちからボールペン。ボールペンと、あとね、この上の線を見ながら書いてる。バレてる、バレてる。そんなことないよ。上の線とかないよ。そんな、ない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 。言っちゃダメだよ。ないない、上のやつ見てくれたから。めっちゃダメだ。そんなことないよ。そういうのがね、はい、あるのね、はい、他のセンチでもいけるってことね。じゃあね、もうバン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 、うん、バンバンいけるんだ、はい、でも5センチがいいってこと。あ、そう、一番得意なのは5センチ、はい、なんでそれそもそもやろうと思ったの。いや、なんか英語の授業の時に線を引いてくださいって言われたんですよ、うん、で、物差しを忘れちゃって、うん、5センチ引いてって言われたから引いたら、うん、友達ちょっと差し貸して、うん、ピッと、ピッとり、やばくない。天性のもんだね。そうね、最初から練習もせず。3年生の時は押してくんな、3年生。あったよ。そうね、そういうことね。そうです、うわ、すごい。エリキャン、いろんな特技が、はい、他の子たちもね、何かあったり。そのうち、ね、そのうち、徐々に、ね、だから5センチでしょ、4センチ、3センチ、2センチ。いや、なんでセンチばっかりやめてくれよ。ね、ミリまでいっちゃってもいいんじゃないですか。なんかさ、じゃあ、あのメンバー内で流行ってることとかもあったりしない。流行ってることっていうか、なんか今流行してる言葉があって、それいいじゃん。逆にねっていうやつ。お、何それ。逆にねではこうなんですよ。逆になってたんだ。どういう時使うの。なんか何でもあるやん。そう、これいいよな。いや、ボールペンの方がいいくない。逆にね。あー、それ使いやすいね。すぐ手出るんだ。じゃあ逆にねってこと。逆にね。なるほど。皆さん使ってください。使ってね。ここから流行らせてってね。逆じゃなくていい。逆じゃなくてもいいんだ。何でもいい。何でもいいよね。何でもいい。これ美味しくね。逆にね。何でもあり。使っていきましょう。あとですね、最後にデートピアノインターンの川島くんからもお便り届いてます。君下の方からインターンからね、はい、うん、業務が終了したのでお先に失礼しますみたいな。どういうこと。それだけ。どういうこと。いやいや、もう帰るっていう連絡が来て。何報告ですか。開始5分ぐらいで終了とかある。ね、こっちは仕事してるって話だよ。間違いない。はい、川島くんと説教です。あとですね、ちづるちゃんがなんかモノマネできるって聞いておりますよ。そうです。ね、千と千尋の亀隠し全部千鶴ちゃんやってるね。いい、こんな美味しいね。え、ほんと亀隠しの千と千尋、カエルができる、ね、のあれか、なんかちっちゃいやつね。そうです、ちっちゃいからね。あ、じゃあもう CM みたいなんで、 CM 前振り、そのカエルで振っちゃってください。お願いしますよ。それでは CM です。さあ、番組も後半戦でございますもん。ね、あっという間だから。ほんと申し訳ないね。もう後半戦。ほぼ千鶴で行っちゃってるけど、
もう後半戦でございます。後半戦なのもう。はい、まだまだでも盛りだくさんの内容ありますんで。さあ、行っちゃいましょう。次のコーナーはゲストのコーナーです。イエーイ、一発目からゲストね。はい、じゃあもう早速呼んじゃいましょう、はい、なんと1月22日明日、うん、ねえもう二度と会えないでデビューする高梨マリアーニさんです。どうぞ。マリアーニちゃん、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 はい、よろしくお願いします。高梨マリアーニです。よーい、ありがとうございます。ようこそ。ちょっと自己紹介の方お願いします。はい、はい、去年受けたデートピアのオーディションでグランプリをいただきまして、はい、この度自分で作詞作曲をしました。ねえもう二度と会えないという曲でデビューします。よろしくお願いします。よーい、お願いします。明日、明日、明日、はい、明日なんです。明日デビューってことは、じゃあもう第二の誕生日みたいなもんね。そうですね、明日が第二の誕生日。ドキドキだね。ドキドキです、今どんな感じ。ドキドキです。言いといてね、はい、ドキドキだよね、はい、いや、めっちゃ緊張してるでしょ。デビュー前だよ、だって言ったら今。そうなんです。そうだよね、まだデビューしてないんで。デビュー前に何が出ちゃってんじゃん。はい、ね、出ちゃいました。デビュー前出ちゃってんじゃん。全然いいけどね、全然いいことですけど。明日ですね。緊張しないでね、全然、はい、いっぱいちょっと聞いていきたいと思いますけれども、はい、その明日発売の新曲のリリック PV を見ながらちょっといろいろ質問したいと思います。はい、よろしくお願いします。出ますかね、PV が撮られた。はい、あ、ありがとうございます。なるほどね、今流れてますけども、ちょっといろいろ聞いちゃいましょうか。はい、じゃあ僕から、うん、はい、あのオーディションを受けてグランプリ取った、はい、その前は何をやるの。あのロデオクラウンズというアパレルブランドでショップ店員をしてました。あ、アパレルの、はい、そうです、ショップ店員さん。はい、だからおしゃれさんだ。おしゃれさん、ね、ありがとうございます。おしゃれさんって今の気はない。いや、おしゃれさんだね。おしゃれさん、ね、はい、おしゃれさん、ね、確かに、はい、いらっしゃいませとか言ってたの。言ってました。本当、もらっていい、はい、いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませ。あ、おしゃれさんだね。おしゃれさん、おしゃれさんね。おしゃれさん、行く、行く、そのお店行く、行くよね。もういないか、行ってもね。行ってもね、明日デビュー。あー、はい、あ、そうか、はい、ね、あと、じゃあ作詞作曲もご自分で。はい、やってます。本当に、本当です、嘘じゃないです。作詞も、はい、作曲も、作詞も、作詞もやってます。で、歌ってね、はい、ですけど、どこでやってるの。あの部屋に一個も暖房の器具が一つもないので。ちょっと待って、はい、部屋に暖房器具一個もないの。一個もない。日本の冬舐めてるの。今1月よ、今。はい、なのでぜひよろしくお願いします。買うの、はい、恵んでください。デビュー、急に、はい、明日デビューだからさ、デビュー祝いで買ってあげろよ、マスト。2万までよ、2万まで。やった、優しい。いや、無理、あー、うん、うん、ね、言わなきゃよかったね。北海道あげよ、北海道ね。どうしても寒い中書いてんの。いや、あの、お風呂で作曲していて、最近は 2,3 時間ずっとこもってお風呂でやってることが多い。暖かいしね。はい、その時どうするの、何に書いてるの。携帯に入れてます。携帯を防水の袋みたいなのに入れて。あ、そういうのがやってます。ありがとうございます。今時だね、はい、そういう感じなんだね。そういう感じ。リラックスして作ってその曲はどうするの、はい、歌詞は書くでしょ。歌詞書いて録音もできるんです、うん、機能がついてます。その場で、はい、ボイスレコーダー的なこと。あります、ボイスレコーダーが。でもノリノリになっちゃってさ、そう、まあ、びっしょ、まあ、ぽちゃんちゃんと防水で、あ、大丈夫だよね、ほんと、はい、ノリノリすぎてその防水の袋破っちゃったら、ね、大丈夫、ちょっとおかしい。ちょっとおかしいな。おかしくない、おかしくない。じゃあこれも聞いちゃう。何、好きな男性のタイプとか。いいの、それ。あ、はい、全然。ここだったら、ね、ちょっと、僕、マスコです、ね、ごめんなさい、ここだったら、はい、申し訳ないです、ね、どちらでもないです。ごめんなさい、すいません。しかいないってことね。別にあるのね、タイプ。そうですね、あの、うう、筋肉がすごい好きなので、ゴリゴリのマッチョ系が、はい、どこの筋肉がいいとかある。こういえばここですね、腕の筋肉が。あ、どれぐらいマッチョがいいの。結構マッチョでいいです。わかる、はい、え、わかるの。ゴリゴリのマッチョがいいの。ゴリゴリがいいです。ゴリゴリ、ボブサップぐらいゴリゴリでいい。いやいや、それ行き過ぎでしょうよ。今流行るの細マッチョとかじゃなくて、ゴリゴリマッチョ。細マッチョありえないですよ。細マッチョありえない。よし、世の中に転身、細マッチョありえない。ありえない。ゴリゴリマッチョね。ゴリゴリマッチョ。ゴリゴリマッチョが好きなの。はぁ、そういうことね。結構タイプまで聞いちゃったところで、はい、もうでもそろそろね、あれなんで、うん、最後また高梨さんちょっと告知あればお願いします。はい、あの、ツイッタ
ターブログもやってまして、はい、曲のそうです、ね、紹介とかもやってまして、はい、コーディネートとかも載っているのでぜひあの高梨マリアーニで検索してください。おしゃれさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあゲストの高梨マリアーニさんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ちょっと急に寂しくなっちゃった、マリアーニちゃんからやったら。いや、ちょっと私はいる、ね、すいません、忘れてました、すいません。せっかくから前来ちゃうから、ね、あ、そうです。戻っちゃう、戻っちゃう。寂しがり屋ちょっとごめん、あ、いなくなっちゃった。後ろにいたけど、高梨ちゃんが。しょうがない、そうね、しょうがない、失礼します。はい、で、あとまたレディキャンの皆さんからもちょっと情報入ってまして、うん、はい、はい、なんか新しいアーシャが公開されたっていう。あ、そうなんですよ、うん、アーシャが一昨日ぐらいかな、公開されたアーシャが、うん、アーシャに引っかかっちゃった。アーシャって何、まあ、アーシャってね、ご存知ですよね。アーティスト写真でございます。そうです、そうです。おい、それはアーシャって略すの。そうです、アーシャ、アーシャ知らないですか。勉強、勉強勉強、日々勉強なんで撮ったのアーシャ。どこだ。2月12日に私たちのセカンドシングル言えないよいきなりパート2配信リリース決定しました。こちらです。でそのための2月12日ね、そう、2、2、1です。そうです、セカンドシングルで、セカンドシングル、うん、そのためにじゃあ撮り直したってこと。そのために、はい。へえ、どうでした、撮影とか。なんか難しかった。難しかったよね。難しかった。なんか、あ、そうか、撮影時の裏話がちょっとあるみたいなんで、そんなん聞いていきたいなと思いますけれども、はいはい、その撮影の際のオフショットムービーがあるそうなんで、オフショット、はい、どうぞ。公開という満を持して公開されます。どうぞ。あ、来た。あ、来ましたね。いきなり自撮り。そう、いきなり撮影の時の自撮りに夢中ね。いや、自撮りしてってんじゃん。こっから撮られなきゃいけないのに。そう、こっちがカメラを回してるのに自撮りに夢中ね。なんでこっから。これ撮影の前ですね。あ、そうなの。これは準備中な感じ。これはどこで撮ったんですか。これは代々木上原のマンションの一室、うん、あ、そうなのね。スタジオとかじゃないの。マンションの一室、マンションの一室、スタジオって言っとけばいいのに。今後ね、今後いいところで撮ろう。今後頑張ります。あ、これ何、マニキュアを。あ、そう、これ行き品にマニキュアをこぼしちゃって、うん、あら、カバンの中で、カバンの中で全部こぼれちゃって。どうしたの、蓋を開いてたの。蓋開けて閉めてたのに、うん、うん、ついてなかったってこと。怪奇現象じゃん。怪奇現象だよ、ついてなかっただけで。ただの試合忘れるでしょ。いや違う、閉めた、閉めました。あ、そう、絶対一人だけだよ言ってるのか。わー、最悪出た、リーダー。リーダー何やってんの。リーダー、これ何して、あ、リーダー、えリーダーふざけてんな。リーダー大丈夫、本当だよ。これはいいの。カット予定じゃなかったのここ。あー、変が、はい、遊んで、遊びたいもんね。取られちゃ、取られちゃってるよ。ダメでしょ。リーダー、この時は何考えてたの。泣かなきゃ泣かなきゃと思って、うん、ちょっとふざけちゃったの。そう、ふざけちゃった。泣かなきゃいけなかったの。そうなん、泣かなきゃいけなくて。そうなんですよ。あ、そうか、はい、そこ泣くシーンがね。泣いてる写真を撮るんだ。この言えないよっていうのが切な系の歌なので、はい、うん、悲しい。みんなちょっと涙目になってる。泣けた。結構泣きましたね。泣きました。この2人は泣くのが得意。あ、泣くのが得意なの。はい、そろっと泣く感じ。結構ボロボロいける。ボロボロいける。ボロボロ、ボロです、ね、もうぐっちゃぐちゃですか。ぐっちゃぐちゃ、はい、泣くときはぐっちゃりごね。じゃあ、これは、これは本当にそうです。ぐっちゃりごね。あー、そうだ、泣いた後だ。目が痛いです。目が痛かった、それ泣きすぎて。はい、そんな泣いたんだ、その写真ね。はい、そうなんです。それがまあ写真になって、あ、これがね、こちらですね、アーティスト写真になりまして。あ、何撮ってんの。これ何撮り。マネージャーさんが撮影してくれたんで、私からも撮ってあげる。撮ってるやつ撮ったの。マネージャーさん撮っちゃうんだね。そうです、記念にって。あ、そういうこと。何記念。じゃあちょっとリリース情報もう一回お願いします。はい、はい、はいはい、今度 2月12日にセカンドシングル言えないよいきなりパート2フィーチャリングピースをリリースします。発売に向けてブログやツイッターで随時どんどん更新していきますので、ぜひチェック、ぜひチェック、ぜひぜひチェックお願いします。よろしくお願いします。本当に泣いたんだね。うわ、すごい。切ない。切ない感じか。切な泣きでございます。そういう曲もね、ちょっとね、心にしみるからね。そうですよ。うん、ぜひね。ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。ね、あ、はい、いいですね、どん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 ね、いろいろ公開していきますけども、はい、どうですか。あ、もうこれなったってこと、 CM です、はい、じゃあ CM モノマネ、今度はじゃあ増田。お、誰やんの。たけしさんで、うん、次は CM 60点
早いもんでね、番組ももう間もなく終わりという。やだよ、まあね、生配信あっという間ですよ。あと4時間、あと4時間。いやそんな無理だよ、あと4時間だけ。いやもう黙って、そんなできないから。それよりね、ちょっとあの高梨さん、ゲストの高梨さんもう一回来てください。マリアニちゃん、マリアニちゃん、もう終わっちゃうから、はい、もう一回じゃあちょっと告知しちゃいましょうか。はい、はい、明日ですね、1月22日、うん、もう二度と会えないが、うん、iTunes ストアで先行配信いたします。はい、詳しくは Twitter ブログ見てください。明日デビューだからね、本当に。はい、何食べる今日、ちょっとお祝い食べた方がいいんじゃないの。そうです ね、じゃあよろしくお願いします。何でもお願いすんな。全部2万までよ。お前2万まで何だこいつ、金ねえだろお前。はい、明日ということで、ね、そうですね、はい、皆さんぜひお願いします。はい、あとレディキャンの皆さんはありますか。はい、はい、私たちは2月12日にセカンドシングル言えないよいきなりパート2、うん、フィーチャリングピースをリリースします。はい、こちらもブログ、ツイッターどんどん更新していきますので、うん、ぜひチェックお願いします。セカンドシングルですね、今度は。そしてそして、お割って入って、すいません、割って入ったな。今月1月29日にリリースのコンピレーションアルバム100ラブミックス、そして同時発売パーティーガールズ、こちら洋楽なんですけれども、私たちも参加させていただいてますので、ぜひぜひ買っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まだまだいいですか。まだある。まだ いいね、情報いい、ね、まだある、私たちライブも行ってまして、2月4日スターラウンジ、2月6日渋谷ブエノス、うん、そして2月10日横浜ベイシス。ベイシス、じゃあ渋谷横浜ね。そうです、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。東横線で行ってみてください、ね、はい、何でもいいですけどね、行ってくださ いバンバンね、ライブもやってますんで ね、 そうですね、ちょっとおめでたいですね。おめでたいよ、セカンドシングルにデビュー、明日デビュー、デビューなんて、ちょっと、はい、じゃあ今後一緒に出るかもしれない。そうですね、ありますし、だからここで気になった人は、うん、ぜひぜひチェックしていただければ。で、歌だけじゃなくてこの番組でね、もっともっとなんかいろんな、そうだよね、特技、中身をね、知っていただければ。そう、マリアンジちゃんの特技も見たいですね、レディキャンの、はい、4人もね、もっとヨーグルト、ヨーグルト見たい。CM 中に出たね、ヨーグルトっていうワードがありますので、ね、ぜひそれも、ね、はい、チェックしてください、はい、ありがとうございました。この後ですね、ワロップスタジオにお越しくださった皆さんにはスペシャルコーナーありますんで、はい、それでは皆さんも来月まで、また来月です、さよなら。バイバイ。